2020明治安田生命 J1 リーグ第7節、三協フロンティア柏スタジアムから柏レイソルベガルタ仙台の一戦をご覧いただきます。さあそれではラインナップを紹介しましょう。浦和戦大活躍の中村浩介が今日もゴールを守ります。古賀、高橋裕二、大南、三津丸の最終ライン。湘南戦からこのセット変わっていません。詳細不明ですが今日はヒシャルジソンベンチ外、三原と大谷が中盤の3列目、神谷、江坂、仲間の2列目、前線にそびえ立つ193センチ高くて速いオルンガです。さてスオビークのベンチ外の理由が実は我々情報としてつかめていません。で今日はゲームに出た4試合で存在感を見せた小畑先発復帰で、八須賀、吉野、キム・ジョンや柳の最終ライン、シーハシ、アンカー、インサイドに道淵、中原、前線は右からジャーメイン、赤崎、アレクサンドレ、ゲデスの3人を選択しました。柳の外を中原が追い越していきます。打ちに行くのか、ジャーメイン亮です。ハチスカが後ろから来ました。止めて入れたぞ、飛び込んでヘディング、アレクサンドレ・ゲデス、サイドアタック、最後はゲデスが飛び込んできました。前に出てきした子がオルンガの落としを拾って、さあ江坂、浮き玉のパスで仲間が打つ、江坂のパスで崩しました柏レイソル、そして仲間参戦連発。まずここでオルガのところに入って前向きで江坂が持つと良かったですね。ドリブルしながらこのカットインして斜めの動き、まあ、それを逆サイドに流し込みましたね。セイク、ジャメイン、中原、パスです。柳のシュートだー、際どいミドルシュートでした。レフトバックの柳、さあ神谷交代、古賀が後ろでサポート、その古賀は中に入れます。大谷がワンタッチ抜けた、投げましたが大竹、オルンガいた、間に合った、瀬川ギリギリで間に合って折り返し、オルンガの頭、柏に前半の終盤で2点目が来ました。柱谷さん、仙台は2人変えますね。まあ、前半、まあ、2点開けられましたからね、はい、さて収めた赤崎、左足、速いボールが来た、こぼれ球、決まった、1点返しました西村、左のサイドに流れた赤崎の折り返し、最後は後半の頭から出てきた西村です。さあうまく駆け引きで入れ替わって、江坂のスルーパスするのか、切り返してチャンスだ、オルンガ、カウンターの人差し、江坂のスルーパス、最後はボックスでオルンガがリアリティを見せました。3対1。いやでもこの江坂のパスを出すタイミングは本当に絶妙ですね。Thank you.
江坂の狭いところに入れた。おお、瀬川のワンタッチ、またラインを破って、オルンガだ。長い笛を吹いた主審の木村、おばた出ましたが PK 献上、オルンガです。間合いを取ったオルンガ、おお、また呼んだ、おばた呼んだ、まだあります、二次攻撃。江坂コーナーキックです。いや、おばた素晴らしいセーブでしたね。かなり隅行ってたと思うんですけれども、瀬川を見た。おお、止めた瀬川の右足か左足、パスにするか、打てない、仲間は横、三原パスだ、オルンガ、ハットトリック、4対1、オルンガ早くもシーズン8ゴール。強い、そした高橋、三原は探して豊島を見た、豊島を見た、さあ自分で行くのか、瀬川、瀬川が打った、柏レイソル豪華賞、湘南戦3点、浦和戦4点、今日5点、なんと3戦12点。ボールのリスタート、これでゲーム終了の笛が鳴りました。仲間のゴールに始まったゴールショー、オルンガハットトリック、最後は瀬川、5対1、好調柏レイソル、ベガルタ仙台を下して J1 3連勝、2017年以来の J1 3連勝達成です。